岩橋雄二は、地方競馬の北海道競馬、田中厚氏旧社所属の騎手である。とっしりつき里中学校卒業、地方競馬教養センター騎手家庭第74期生。2001年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、佐賀競馬場、的場信弘旧ろ社からデビュー。同年10月17日第12回佐賀競馬1日目。 第8競争 C1 条件戦社員大王で初起乗。同年11月3日、第13回佐賀競馬1日目第9、競争犬和紙特設を月型王で優勝し、初勝利。2003年に北海道競馬に移籍。2004年3月21日第18回、全日本新人王総派戦出場。2005年7月14日、 第2回朝日川競馬3日目第11競争第5回、勝木賞をドリームチャッターで優勝し、重賞初制覇。同馬では他に、岩手県競馬に遠征して8月21日第6回、水卓競馬2日目第10競争第19回ひまわり賞、続く10月9日、第7回森岡競馬5日目第10競争第31回ビューチフル、ドリーマーカップも優勝し、 重症競争を3連勝している。2005年9月11日、第2回札幌競馬2日目第4競争2歳500万、下で、混合ヒルズに起乗し、中央競馬初起乗2008年8月13日第6回旭川、競馬5日目第7競争 D2-1、グミ条件戦を、ビセで優勝し、地方通算100勝達成。 同年12月17日から2009年2月20日まで、名古屋競馬場で、期間限定起場を行った。期間中の所属は、瀬戸口悟厩舎。2010年2月9日、10日に、荒尾競馬場で実施された、ウィンタージョッキーズ競争に参戦した。成田春雄調教師の優待により、2011年2月15日付で、田中厚し級者所属となった。 2014年度に101勝を挙げ、北海道競馬のリーディングジョッキーに輝く。地方通算成績は3149戦258勝2着291回3着247回、勝率8.2%、連帯率17.4%中央競馬11戦、0勝。ありがとうございます。